で使うように作られている。だヨーロッパで主流ですよっていうのは夏しか登らないからこの靴しか履かないんですよ基本的には。そのセミワンタッチのアイゼンっていうのは基本的にはこの靴にセミワンタッチ式のアイゼンっていうのをつけて登るんですけど、基本的にはこの靴ではワンタッチ式のアイゼン、この靴に、まあ、つけれるんですけど、ベルト式もつくしセミワンタッチもつくんですけど、マッチとしてはこの靴にはワンタッチ式をつけるようにこう設計されているので、その方がいいぞと。要はここの高さとかが違うんですよ。要はこれ高さとかこの反り具合とかっていうのは違うので、どうしてもここはベルトだから何度でもなるんですけど、やっぱ外れやすいと、つけ方が悪いとね、もうバコンとこう手が痛いぐらいにこうつけでバチンとこうはめるぐらいにタイトなセッティングをしないと、あの前がベルトなんでこう外れちゃうんですよ簡単に。緩いと、緩いというかまあ普通にこう軽くパチッとこう止まるぐらいに設定してみると結構外れやすい。外れない人はちゃんとセッティングはできているかなっていう感じなんですけど、まあ、つま先も全然形状が違うでしょ、細い太さもこう違うんで、やっぱそれにこう合わせて設計されているので、その靴のこの形状と対応するものをに合わせて履いた方がベストなコンディションでは履けるという感じです。その辺で違うと。だからアイゼンもできればこのそこのこのシステムに合ったものを使う方がいいぞということで、まあ、セミアンタッチ式のアイゼンを使ってるわけですか。あ、セミアンタッチですね。もうあれが靴に合ってるんで、でもこれでも多分使えるんで、ちょっとこうタイト気味にセッティングすれば、まあ、そうやって使うのは OK だとしても、わざわざ買うんだったらワンタッチ式の方がもっとガツンとつくんで、いやここワイヤーで引っ掛けてパチッとこう出るか、こうベルトだとどうしてもベルトの強さによってこの前のガタつきが変わるんで、で結構つま先だけでこう登っていくってこともあるんですよ。そうかなりのこの力がこのつま先のこの爪にかかるから、そこがガタついてるとやっぱり多少は、まあ、凍ってたりとかねするようなところはあまり向いてないぞっていう。やっぱりベルトなんで、所詮はベルトなんでこうガタつきはあるんですよ。ワイヤーの方がもっとガツッとこのアイゼンと密着するんでっていうところでの違いが、でもつけれるぞっていうレベルでは別にベルト式でも OK だし、ただつばくろだけ登るぐらいだったら別にベルトのアイゼンつけてても、あの全然遜色ない。多少こうガタついてても、もう足を全部置いて歩くだけだから軽アイゼンに近いぐらいな感じでしか歩かないけども、でもあのこの前の爪は必要なんですよ。急斜面をある程度登るんで、ある程度は登るんで必要だけども、別にそのガツンとこうワンタッチ式であの密着してバッチリとこうじゃなくても、多少こうガタついてても別に歩けるぐらいな、そのエリアによっても変わるんですけど、一応でも合ってる方がいいぞという感じです。でまたあのアイゼンは他のあのうちはでもグリベルしか置いてないんですけど、グリベルがイタリア製なんですけど、でこういうことで大体イタリアで作られてるんですよ。これも確か、あ、これはドイツですね。ドイツ、これは、あ、これもドイツだな。これはイタリアか。こいつはイタリアです、ね。結構あの冬靴と呼ばれているこれアルパインブーツはあの、まあ、これドイツで作ってるんですけど、結構イタリアが多いんですよ。イタリア製というか、イタリアのある工場で登山靴ばっかり作ってる町が、村があるそうなんですよ。イタリアの中に小さな村で。靴工場ばっかりこう、あと要は職人さんがこうあのいろんな工場をこう転々とするというか、こっち忙しいぞって言ったらそこに行って靴を作って、でまたこっちのスカルパの工場が忙しくなったぞって言うとそこにまた行って作ってみたいな。だいたい作りは同じ、冬靴は同じ。ただローバーはあのちょっとこのここのカーブが、まあ、ドイツの設計だからかもしれないですけど、ここのカーブがイタリアのメーカーよりはちょっとこうマイルドなんですよ。この靴ってこういう風にこうカーブしてるんですけど、これがあのスカルパとかスポルティはもっとこう極端に、このガルモントもそうなんですけど、この形状がね、このカーブの形状がもっとこうマイルドに、要はこの小指あたりがこの方がちょっと膨らみが大きい感じでできてるから、比較的合う、こうサイズをこうでかく無理やりでかくしなくても結構合うケースが多いので、で僕もこれ履いてるんですけど全然問題なく普通に履けてるんで、同じサイズで
他方と同じサイズが1つ、一応大きい方のサイズなんですけど 8.5 で入ってるんですけど、で他方も 8.5 と8があって、 8.5 ではちょっと大きいかなぐらいな感じ でこれはちょうどいい感じで履いてるんで、まあほぼほぼ同じサイズが今他方でちょっとタイト気味に履いてる、まあぴったりで履いてたら一つ上のサイズぐらいがいいか、まあ、靴下も厚くできればしたいし、あまりこう締め付けると冷たくなるんで保温性が失われるんで、あまり締め付けない程度に履くような感じ。でも最初から緩いと今度足がこうなかなか締まらないんですよ。この紐もそんなに締まらないんで、あんまり緩いとずっとこう下りで足が動いてしまったりとか、それ飛べれなかったりとかするんですけど、まあそこはちょっとサイズの選び方があるんですけどっていう感じで、同じところで作られてと。で配膳もできればやっぱりイタリアで作ってる方がその本場なんで合う、そのメインなイタリアで作ってる靴のある国で作ってるからそれずれないじゃないですか。でも結構アメリカのメーカーのやつは結構ずれてるのがあるんですよ。こう作りというかこのなんていうかな、アイゼンなんだけど使えるんだけど、ちょっとなんかここをなんでこうなのかなっていうところがあったりとかするはするので、だからグリベルを置いてるんですけど、で他のメーカーもあるんですけど、シャルペツレペツルっていうメーカーとかアイゼン作ってるとこね、あとはサレワっていうところ昔はあって一時なくなったりとか、もうそこはもう日本ではそんなにこう扱う企業がどんどん転々とするから安定しないんですけど、でペツルっていうメーカーもあって、ペツルは結構あれが多いんですよ、リコールが多くて、アイゼンもそうなんですけど、それで昔僕が登山用品屋さんでカモシカっていうところで勤めてた頃も結構ねリコール、あ話しましたっけ、あ言ってないですか、結構ねリコールが多いんですよ。要は新しいものをどんどんこう作っていくそのスピリッツはあって、このヘッドランプにしてもアイゼンにしてもピッケルにしてもあるんだけど、やっぱ先を行ってるもんで失敗があるんですよ結構。だからアイゼン、新しいアイゼンが入ってきましたって入ってきたアイゼンを見たら、なんかスノープレートっていうのがついて、それにもうクラックが入ってるやつがあったんですよ。もう入ってきて以上チェックするんですよ。で僕は結構チェック、そこのチェックは厳しいんですよ、実際に買って使うから、これいいなってやつは、で使わないと分かんないでしょ。で使う前にチェックするじゃない、自分は買うもんだからもうこう心身とこうチェックするじゃないそうクラック入ってたんですよ、ネジ付けがビス止めしてて、そこのプラスチックの多分材質の問題なんだけど、ビスのところにクラックが入ってるんですよ。でメーカーにすぐ電話をして、クラックが入ってるんですけどって言ったら、太田さんが初めてですとか言って、もうメーカーは気がついてて、で他のこのお店とかもその前から入ってるんですよ、うちの本店とかね、僕は支店のこの穂高にできて、その当時ねここにこう勤めてたんですけど、でそこで勤めてて、でも本店とか東京とか横浜にあって、スタッフもいっぱいいるんですよ、ベテランのスタッフ。なんかの山岳大学の、うん、日本は100イコールのあれから感じされたとか、結局はヨーロッパの方式と大変な方式を作った商品の中だけ日本だけ、うん、それが全然いいんで、日本を日本の資料をバカにしてるみたいなことがなんか書いてあったのが、だからペツルは信用できないみたいなことが、ペツルだけなのかどうか分かんないですよね、それもね。でとにかくペツルリコール、爆発する可能性であるヘッドランプとか平気であるんですよ、回収とか言って通知がファックスで来て、爆発の恐れがあるので回収してくださいって言ったら、ヘッドランプなんて回収できないじゃないですか、誰が買ったかなんて記録なんかないじゃないですか普通ね、そんなものだったりとかねなんかね、こうそれはあくまでこうガスが例えば充満しているところで、そのスイッチオンにすると火花の多分関係だと思う、まあ、それはどこでもそういう危険は何でもあると思うけども、でもリコールなレベルになるっていうと多分他の問題とかまああると思うんですけど、結構そういうのがね多いんですよ。ブレーキが効かないこのビレーデバイスとかねブレーキが効かない恐れがありますとかで平気で連絡が来たりとか、早いんだよ意味ないじゃんみたいなとかね、結構あるんですよ。破断する壊れる可能性のあるその、体
カラビナとかね、危ないですよね。だそういうのがね結構多いんですよ。で使わなくなってますうちではこう扱ってる。でアイゼンも今もう問題はあるんですよ。何箇所か金具の付け方がオーリング、この実際のアイゼンの本体にオーリングをつけて、そこに金具をつけてるんですけど、直接かしめてないんですよ。だからオーリングが途中に入ってるんですけど、そのオーリングとその本体のこのオーリングをこう止めてるこの止め口がこうガリガリやってると、だんだんそこが開いてきてこう外れてしまうっていうのがあって、で結構ガリガリなんですよ。こうなんでかなっていうぐらいにガリガリしてる、そのオーリングと付け根のところがこう確実に干渉してる感じ、こうスラスラ動かない、なんかこうスムーズに動かなくて ガリガリしてる。だからもしこれ、まあ、削れるだろうなって感じのガリガリ感、削れてはいくんだろうなぐらいのね。でしかもそのオーリングのところはまっすぐなんですよ。まっすぐでこう鉄をこう曲げてそこにオーリングはめてるから、当然なんですけど、この中ではこのオーリングの形にこうできてないから多分無理だと思うんですよね。でまっすぐなんで当然引っかかるところってできますよね。当たるところがこう中心と外側では違う場所が当たるじゃないですか。そういう関係とかもあると思うんですけど、そういうのがね結構あるんですよ、ペツルが。だから使ってないんですけど、で一応その中でもうそのグリベルが一番安定してると、そういうトラブルが何もないし変わらないんですよ。多少プラスチックの構造とかは変わったりしても基本的な構造変わらないんで、変わる必要ないんですよ。もうある程度こんなもんかなと。よほどこうね、こうバチンとこうステップインでできるようなビンディングみたいなのができればそれに変えればいいと思うんですけど、それは良ければね。もう今の段階ではそのベルトかワンタッチかみたいなところではその見た目の形が変わるぐらいで、そんなにこの金具の良し悪しっていうのは変わらないので、そうすると一番まあシンプルでこう壊れたりとかそういうことがない、今のところないんで、それでグリベルだけにしてるんですけど、であとはカンプとかカシンとかいろんなメーカーがあるんだけど、それは意外にこう靴に合う合わないとかが今までの中でちょっと外れやすいんですよ。あ、カンプですかみたいな。けど、はあ、そうなんです。カンプとシリオですねみたいなとかあるんですよ。あるにはある。で、そのわざわざこうね、であれではないんですよね。っていうところで、あれは使ってるの。まあいろいろあるんですよ。いろいろこうやっていくと靴が。で、昔はあのサロモンっていうところ、今でも作ってるかもしれないです。こういうアルパインブーツ作ってたんですよ。あのスキーのサロモンで、うん、登山靴も作ってたりとかして、そこがまたひどいって、靴がひどい。あのそのペツルのアイゼンで必ずこうワンタッチ式は簡単にこう外れてしまうみたいな。それ靴の構造が悪いのかペツルの構造が悪いのか両方なんですけど、そのマッチングでいくと絶対外れるんですよ。で他のやつだとまあまあつくんですけど、そのペツルとは合わないみたいな感じで。でここのねコバのところがこういう風に下向きにテーパーしてたりとかするんですよこうやって見るとああこう外れますよねみたいな。であとはこの当たるこの金具のここが柔らかいんですよ。だからこっち側に動くからこういう風に稼働してしまうんで、より外れる。だからこうやって叩けばカチッって外れるみたいな、あるじゃないですか。ちょっとかかとがこうカーンと当たるみたいな、そうすると外れるとかね。あとは水が漏れてくる、こう春山歩くともうびしょびしょになるんですよ。でお客さんからクレームが来てメーカーに問い合わせたら、いやだって防水処理なんか何もしてないですよ、冬靴だからとか言って、いや日本では春も歩くんですよねとか言っていやドライなこのヨーロッパアルプスと登るから雨とかもそんな降らないし、それは雪だし、降っても雪の時に登らないし濡れることがないらしいんですよ。で標高高いから乾燥してるしっていうので防水処理何もしてないっていうような靴があったり、でそれを返品したんですよ。うちのお店だけ小高店っていうのがあったんですけど、そこで返品したんですよね。ね、それを血を離して、でその後でそこで僕が辞めてからガラクタイチっていうのをやってて松本に移転してからかな、そこのガラクタイチのところでみんな買ってきたやつを持ってきて、こう愛禅合わないんですけどとか言ってここに持ってくるよ、どこで買ったのってガラクタイチとか、え売ってるじゃんかみたいな
普段はね安くし、ガラクタだからもうしょうがないんだけど、ガラクタ1なんで、もう名前からしてガラクタ1なんで、まあそれはしょうがないじゃないですか。その趣旨がガラクタだから売っとるね、まだ返品したのに合わないんですけどって何人か来て、どこで買ったんですかって、いやガラクタ1、実はガラクタ1でいっぱい並んでましたとか言ってそんなことがあったりしてたんですけど、まあそういうマッチングとかもまあまあ、それ変わらない方がいいと、どんどん新しい方ことをやっていかない、まあ、新しいことをできたら出たらそれが欲しければ一応失敗する前提ぐらいで、まあ、何割かの確率、結構な確率かな、新しいものっていうのは、まあ、大体テスト的に出すんで、そこで売れるかどうかで次の開発があるし、そこで売れて初めて悪いところとかがフィードバックされてくるから、それに対しての対応っていうのでだんだん良くはなっていくんですけどっていう感じかな。だから Windows95 もそうですよね。あれ今売ったら絶対売れないですよ、 Windows95 パソコンの OS の常にフリーズじゃないですか。もう強制終了の嵐だし、再インストールをしないとねえっていうようなのと、ない、でも今の OS ってフリーズしないですよ。もうほとんど Windows もフリーズしないですよ。今 Windows の7で使っててもほとんど、ビスタ広がったんですか、俺ビスタ使ってなかったんですね。2っていうのがあったじゃないですか、あれはなんか遅くなって、でまた Windows のあれはなんて 98ME だって、 Windows ME っていうのが出て、でその後に Windows 7でしたっけ、あビスタでしたっけ、あ7ビスタ8、あビスタ7、いや僕は Windows 95最初だったので98 で XP、 あ XP があったんだ、 XP ビスタでしたっけ、でもビスタ買わないでみんな7X ビスタ XP でしたっけ、 XP ビスタじゃなかったけど、でビスタ使わなくてみんな XP で使ってて、で7が出てもやっぱり XP で使っててみたいな、で今でも XP が一番いいんじゃないかぐらいななんで買えるんだよみたいな感じなんですけど、今8はもう全然僕ダメですね、馴染まないですね、もう Windows の意味ないじゃんっていう形感じかな。え10はだからもう変わんないだろうなと、コンセプトは多分8、10って無償でなんかあれやってます、ね、やってますよね、だからやってないですね、で仕事で使うやつはできないですね、だ8が全然僕は使いにくいんですよ。ソフト立ち上げたら全画面でしか使えない場合が結構あって、できればこうどんどんこう開いて、こっちからこっちにこうっていうのを作業としては必要なんですね。画像処理をするにしても何する、それは大したことはしないけども、それが必要なんだけど、それができない、やりづらくなってるような感じがして、なんかこっちのソフト立ち上げたらもう全画面でしか出なくて、それをいちいち閉じて次にまたディスクトップの表示を変えて今まで通りのウィンドウが出るようにしてとか、なんかね使いづらくなった。あれはあくまでワークなんで、ゲームとかいらないんですよ、 Windows なんて多分ね。で、あの Apple みたいにああいうこのなんか細かくなんかソフトを買って遊びソフトをこう使うっていうような機能は僕はいらないんですよ、 Windows で期待してないんですよ。 Apple ね、400円とか300円でこうなんか便利ツールとかで買って、使えないのばっかりなんですよ、そういうので。なんかメモ帳ソフトとかいろいろあるじゃないですか。でああいうのを買ってこうっていう多分イメージで Apple の真似をしてるだけなんで、 Windows はそうするとこう結構必要ないものが今多くて、7でずっと7で使いたいなっていう感じなんですけど、7はまだ普通なんですよ、普通に Windows なんですよ、今まで通り。ちょっとタッチパネルに対応しましたぐらいの感じで、8とかだからもうこれからこう8とかになっていくんだとしたら、まだ Apple の方がいいかなっていう感じは、もうどうせ使いづらいんだったらアップルの方がいいじゃないですかマイクロソフトよりはっていう感じがするかな。まあそれはそれで置いといて、で次アイゼンはまあそんな感じで、もうできれば12本、冬山これは飲もうぞっていう人はもうこれから買うんだったらもう12本を選びましょうと。であとは靴ももうワンタッチ式の靴を買ったらワンタッチ式のアイゼンを選んだ方が一番マッチ的には合ってるぞっていう感じで、あとは爪の形状とか長さが長い方がこう研いで使えるので、先をこう尖らして常に使えるので、あのより厳しいところとか行くようになったらその長めの爪のやつを、でクルベルも2種類あって、
あのまずはエアーテックってやつで OK で、それからこうもっとステップアップしていこうということになって、富士山で例えば冬の厳冬期の富士山でトレーニングするとか、そんなことを始めたらトイレ使わないと、そのエアテックだとどうしてもちょっとこう丸くなってくるともう効かなくなるんで、青氷は効かないんですよ。いやもう あれみたいなんですよ、もう大理石みたいに青氷って刺さらないからズルズルズルするんですよ。でも多少はこう自然のものが凹凸あるんで、それは研いでればその凹凸が引っかかってこう効くぐらいの感じで、要は刺さらない青氷になるとねっていう感じで、なるべくこう刃物のように研いで使った方が効くよっていう時はやっぱり長い方が研げるんで、短いのはもう研ぎしろがないんで、それは雪用って感じで、最初は雪山登ると思って雪山で OK という感じです。よろしいでしょうか。で次にピッケル。ピッケルはですね、いろんな種類があるんですが、僕はですね主にこの2本を使っています。で長さが違うだけなんですけど、これは両方ともシャルレという、今ペツルに買収されて、今これはペツルになってるんですけど、昔はシャルレっていう会社で、元々の資本は同じだったみたいなんですけど、ペツルってシャルレっていうところがアイゼンとかピッケルとかを、冬のアイスツールを作ってて、でペツルはどっちかというと岩用のツールを作ってて、別会社だったんですけど、吸収されて合併してしまって、今これはペツルっていうところで作ってるという感じなんですけど、ピッケルはですね特に壊れたりとかするものじゃないので、もう本当に形の形状とか色とかのもうデザインで選んで OK なんですけど、ただメーカーはまあそこそこなこうよく聞く登山用具の、ヨーロッパ系のメーカーだったら大体 OK で、中に中国製とか中国のメーカーとかも結構安く作ってたりとかするんですよ。7000円で売ってるとか4800円とかで売ってるような、インターネットとかで売ってるやつはこう鉄の材質が柔らかくて折れたりとか曲がったりとかするようなものもあるんで、アイゼンとかもそうなんですね、曲がっちゃうんですよ。ほんで見るからに柔らかいんですよ鉄の材質が違ったりとか、危ないんですよ、ね、だから中国製の安いやつ、でも最近見ないから、やっぱりいいものじゃないと結局はなくなっていくのかなみたいな、最近聞かないですよね。昔ちょっとね、なんかこうインターネットで通販で7800円の12本詰めアイゼンとか売ってるとはあって、中国のメーカーで名前を聞いたことないようなところ でそれを買った人がやっぱりこう壊れたりとかして買い替えに来たりとか、でそれを見たらやっぱりこう柔らかいんですよ。本当に見るからにこれ曲がるよなみたいな、石で叩いたら曲がるよなみたいな感じの、鉄板が薄いのかこう焼き入れの加減なのか、その辺がちょっとあれで、そういうのじゃなければ OK、 もうピッケルは。あとは長さと形が違うんですけど長さはですね、よく身長、こう身長によってこう長さが変わって、大体こう持った時にくるぶしあたりとかちょっとこう地面から浮くぐらいがいいですよ的な感じで、今までは販売されてるんですよ。でそれはあくまでこれは杖代わりとしても使うっていう時代のね、そのサイズの設定なんですけど、昔はストックとか20年ぐらい前はあったかなかったか、トレッキングポールっていうのはそんなになかったんですよ、そのぐらいの昔は。でその頃はこのピッケルも杖代わりに使って、で夏でも、木のピッケルとかはそうなんですけど長くて、夏でもこう持ち歩いてたんですよ、杖代わりにピッケルを持ち歩くっていう、こう文化があって、その時はある程度身長によってのこの長さが、トクトックもそうなんですけど身長によって長さ変わるじゃないですか。それはあくまでこれは杖として使う、ストックではトレッキングのポールみたいな感じで使う場合の長さで、普通に雪山をこう登ってこのピッケルをピッケルとして使う場合はですね、今軽くて便利なトレッキングポールがあるので、こう平らから、ゴールデンウィークの頃のその穂高を奥方に向かってこう小豆沢を上がっていく人で、今年特に気がついたんですけど、とにかくストックで歩いてる人がいかに多いことか、普通のハイキング用のブーツにアイゼンつけてストック持って歩いてる中高年の人たちがいかに多いかっていうのに
ょっとびっくりしたんですけど、あのこう、まあ、こういうこう傾斜があるとして、あのこの辺を歩くんだったら別にピッケルじゃなくていいんですよ。ピッケルを別に持ってでもいいけど、あのストックでもいい。要はバランスを崩さないために持っているだけだとしたら、まあ雪の上ってこう歩きにくいしバランス崩しやすいので、ズボズボして、まあストックでも別に対応できるんですね。このぐらいのバランス、倒れてもバターンと倒れても別に落っこっていかないようなところだと。だからこの辺まではもうストックで大体 OK。 あれ、この辺まではまあストックでバターンと倒れても、まあここでズルッズルッていくぐらいな感じとかだと別にストックで OK なんですよ。こう併用して持てば。で昔はここからもうピッキリを持って歩いてたから、この辺でもやっぱ快適なっていう長さを設定してたんですけど、でここから先はだんだんとこう急斜面になってくると、ここでやっぱピッケルじゃないと滑るとこうダーッとこう落ちていくのを、あのストックは止まらないんですよ。壊れちゃう、折れちゃう、簡単に折れるんで。でリングがついてるたりとかすると刺さらないので、あの止めることができないんで、そういう場合はやっぱピッケルのこの硬さが必要なんですけど、これピッケルじゃなくてもいいんですよ。棒、硬い棒だったら別にこう刺してそれを持ってこう登っていくっていうバランスをこう確保しながら登っていくので、刺さる、雪にこう刺さって抜けなくて硬いっていうのがポイントなんですけど、で扱いやすいっていうのが、そうすると今はピッケルになるんですけど、まあこの急斜面を登ると、で急斜面を登る場合は、あの地面の位置がですね、ここからだとこれだけあるけども、もう この時点でも地面に手がついてるぐらい極端にいくよね。だとしたらそんな長さ必要ないんですよ。ここで使うにはこの長さが必要なんですけど、地面まで遠いので、この腕の高さとかっていうところで、要は下につかなきゃいけないんで、その長さは必要だったんですけど、だんだんこの急斜面でしか使わない、もうこの辺まではもうストックでいきますよと。でここから先はピッケルに持ち替えて使いますよっていう感じで使う分には、そんなに長さっていうのは必要なくて、そうするとどれぐらいの長さがいいのかっていうことなんですけど、そこをさらにまた急斜面に行くと、まあこの辺はまだこういう感じかな。もう手がこの辺につく、もう地面がこの辺にあるぐらいだったら、これだけの長さも必要ないんですよ。これが今65センチなんですけど、で、あのこの辺で使う分には、あの僕は65センチぐらい、60センチから65センチぐらいが使いやすいなぐらいな長さで、これは65センチなんですけど、で大体ほとんどがここで使う、このぐらいのところで使うことが多いんですよ。冬に奥穂のてっぺんに行こうと思ったら、こういうところもあるんですよ。一時的にその雪の奥穂ねとか槍ヶ岳に登ろうと思ったら、一時的にはこういう場所もあるので、そうすればもうちょっと短い方が軽いし、あの振りやすいんですよね、扱いやすい。そうするとさっきの50センチぐらいの、これは50センチぐらいの、50センチかな、48センチだ、まあ、55センチ、これでも55センチだ、これぐらいの方が、まあ、微妙な差、10センチぐらいの差なんですけど、結構このぐらいの方がこのピックを、ピックっていうかこの先を使って登っていく場合は、この長さは短い方がやっぱ扱いやすい。でもこの時点では、これちょっと絵が悪いんですけど、ちょっとこんな感じかな。この時点ではこの石突きっていうこの部分を使って、あのバランスを取るんですよ、この石突きね。でここから急斜面になってきて、だんだんこう手が届くようなぐらいの急傾斜になってくると、この石突きをさせられないっていうか、これをこうやって使うよりはこのピックの部分を使った方が扱いやすいので、このピックの部分を使うんですよ。そうするとこのシャフトの部分、この部分は短い方が軽いし、こう扱いやすいんですよ。でこうやって持ったりとかもすることもあったりとかするので、そういう場合は短い方が扱いやすいとっていうので短いのがあるんですよ。でよくだんだん短いのが欲しくなるよとか、ベテランは短いのでいいよとかいうような、こう聞いたことないですか？ありますよね。それが間違いではないけど、これ正しくない、同じなんですよ。こういうレベル、ベテランになればこの靴がいいよっていうのと同じ。いや、初心者はまずこれからで、だんだんベテランになってくればこれだよっていうの。でも行くとこ次第じゃないですか。ただ夏山しか登らないベテランはこれ必要ないじゃないですか。で春山しか登らないとか必要ないでしょ。
まあ、これでも十分だし、夏山だったらこうね、あれでいいじゃないですか、バックパッキング用で OK だし、でもベテランになってくればどうせこういう靴が必要だよっていう言われても必要にならない人もいるしでしょ。でも必要になってくる人は必要になる人もいると。それと同じで、これはあくまでこの長さとかっていうの形状はこのどこを登るかによって変わるんですよ。でも初心者がここは登らないと、まずはだからこれでいいよっていうのは正しいですよ。ベテランになってきてこういうとこ登るようになってきたら短いのが必要ですよっていう、あった方が良くなっていくよっていうのはそれは正しいんですよ。でも必ずしも全部が全部ベテランになればこれになるっていうのはおかしいじゃないですか。まあ必要ないとその時の使いやすい長さっていうのがあって、まあいきなりこれを買ってこういうとこ行くかって言ったら行かないですよね。いきなり二松の頂上行くかって言ったら行かないじゃないですか、冬に厳冬期に。となればまずはこれが一番活用すると、このラインで遊ぶにはこの65センチぐらいがいいですよと。でもしももっと例えばバリエーションルート行くとか冬にねっていうようになってきたら、もうちょっと短いのが欲しくなってくると。でもその頃は大体こう知識もついてきてるんで、経験もあるしついてきてるんで、大体どういうのにどういうふうに必要かっていうのは分かってくるとは思うんですけど、でですね、いきなりこういうのをこういうタイプのピッケルを勧められたりとかする人もいるんですよ。確かにこれはいいんですよ、すごい便利で性能もいいんですよ。でもこういうとこじゃないとあんまり使えないんですよ。この高さだと手が届かないので、ただ持っているだけいいんだよ、こんなの滑落した時に止まれればみたいな感じ。でもこれは滑落停止用じゃないんですよ、このピッケルっていうのは。結構みんな滑落停止用だと思って買ってる。そんなことはないですか？聞きますよね。でも滑落停止用じゃないんですよ。滑落はしない。基本的に。したいですか？しないですよね。しないように歩くんですよね。しないように歩くためのもの。っていう感覚、微妙なんですよね。確かに滑落っていうか、滑り始めたらこれ止めなきゃいけないし、止めるのに転がないと困るんだけど、でも基本的には滑落停止用じゃないんですよ。みんな滑落停止用だとしたら、滑落し始めたらこいつを使うんだけど、でもこれは滑落しないように使うためのもんだと。使い方変わるでしょ。シートベルトもそうじゃないですか。40キロ以上のスピードでぶつかると危険だからシートベルトするっていうと、40キロ以下だったらいいじゃないかっていう発想になるでしょ別に死な怪我もしないし、そのぐらい車が耐えてくれる。30キロのスピードでぶつかっても別にいいじゃないかと思うじゃないですか。それと同じだとしたら、40キロ以上で、じゃあ俺はぶつからないからいいやとか発想になるじゃないですか。でぶつかった時のためのシートベルトってないっていう感じかなちょっと違うかな。よく教習所とかで脱輪しないようにこう走るじゃないですか。それをだから脱輪した時にハンドル切るんだぞって教えられるのとっていうのと同じような感じ。脱輪防止用のハンドルみたいなね、うん、それとは違うでしょ。脱輪しないようにこう走るじゃないですか、うん、それと同じような感じ。そんな感じで、まあ、使うもので、これは滑落しないように使うためのものなんですよ。バランスを要は崩さない。みんな多くの人はこう滑落停止、滑落をした時に使うものだというふうに何かこう声が聞こえてくるじゃないですか。そうするとそうイメージとしてはそういうふうにこう出来上がってしまうんですけど、そうするといかにこの状態、この傾斜でいかにこのバランスを崩さないようにするのにはどれが一番最適かっていうところで選ぶんですよ、このラインで遊ぶ場合は。で次にこの場所に行った時にはじゃあどれが一番バランスを崩しにくいかって言ったらこれになっていくと。でも言い方を変えればこれを使うようなこんなとこ行くのはある程度ベテランになってからなんで、ベテランになったらこれが必要になるよっていうのは正しいは正しいんですよ、間違いではない。でもただそれだけを聞いてると、どうせ必要になるんだからこれ買っとこうかみたいな。でも実際そういうふうに勧められることもある。そうなんですよ、どうせ必要になるんで、これは
最初からこれにしてた方がいいですよみたいな感じで勧められて買ってきてっていう人も結構いるんですよ。この登山教室やってると初めてこう来る方で、もう道具が揃ってて、もしかしたらこの中にもいるかもしれないんですけどっていうぐらいに結構ね勧められるらしいんですよね。でもちょっと違う、ニュアンスが違うぞ。でもつば九郎行くんだったらこれ必要ないんですよ。逆に恥ずかしい、こんなの持ってたら恥ずかしい、もうっていう感じかな。この長さですね、長さと長さに合わせてこのピックの形状も変わるんですけど、要はこの長さのピッケルを持つときはだいたいこの辺はもう凍ってるんですよ。しゃぶしゃぶのズボズボの雪っていうのはないんですよ、登れないんですよ。ずっとこう落ちていくから、この傾斜はだいたい硬いんですよ。硬いとどうするかって、このピックのここのちょっとこう形状が違うんですけど、より凍ってるところに刺さってくれないと困るんですよ。でとこれをトゲと、まあ、これも研いで使うんですけど、こう研いで使うんですけど、そうするとこの傾斜で刺さりやすい形状なんですよ。でこれでも雪の時でもいいんだけど、これ雪に刺すには別に何でもいいんですよ。指でも刺さるぐらいですよ別に指ピッケルとか言ってでもない時はそうすることもあるんですよ。1本しかなくて2本欲しいなっていう時は、もう 片手がねバランス取るためにはもう1個必要なんだけどもある程度でもこれ柔らかくないとダメなんですけど、もう硬いともう効かないんですよ。でなるべくこうソフトにいった方が、その体力も無駄にこうこんなんこうカンカン振ってたら持たないんですよだからなるべくこうソフトにこう登っていきたいです。そうするとかかりやすい、曲がってる方がこのこういうところにこうこうかけるってイメージからいくとかかりやすいじゃないですか、角度がつくんで。それがこれがまっすぐになるとよりはこの方が深くこうかかるので、だからもっとアイスクライミングはもっとこんな形してるんですけど深くかかりやすいんですよ。で扱いやすいどうっていうのはあくまでこのところでしか意味がないと思う。このつば九郎だけを登るのにこういうピッケルがあっても全然こう、それはもうあくまで滑落停止用でしかないって感じ。一応滑落停止っていうか滑り始めたらこれ止めるのは同じなんで、どんなものでもね同じように止めれるんで、それでしか使えないんですよ。これ持ってつば九郎だけ登ってたらやっぱりちょっと違う。でもそっから先に北釜行くよとかいう人が持ってるのは別にいいんですよ。つば九郎だけだと別にこれ持たなくてもいいぐらいだから、別に杖代わりにこんな必要ないければ、まあ、これだけこうどっか持って、まあ、一応はね滑ったりとかなんかバランス崩したりとかした時には使えるようにはするくらいで、でもそっからこう北釜を行くとかそんな人は別にこれで使うんで、そこで使うし、余計なこの60センチのやつなんか持たなくていいんでこう代用できるから、それで持ってるのはいいんだけど、つば九郎1泊2日でこう山小屋泊まって帰ってくるのにこれを持ってるとちょっと用途が違いますよっていう。使えないことはないですよ。ないよりはあった方がいいけど、違う、ちょっと違うという感じですね。池でこう、船を釣るのに、カジキを釣るリールとこの竿を持って、釣れるよ、確かに、みたいな。っていう感じかな。イメージとしては。違う。もう、エリアが違うっていうところでは、ちょっと違うと。はい、だけだったらそのまっすぐのこんなのいらないぐらいなとこですね。長さは65センチで、もう足で2本足で歩くところ、ずっと2本足で歩くんで、このぐらいが一番こう使いやすいという感じです。だからこれはあくまでこう石突きは、あまりこれはでも石突きを使うようにはなってるんですけど、ここにこうグリップのこういうのがついてたりとかする、もっとこう石突きがもう、こう刺さらない、ちょっと硬いともう刺さらないような形状、ここになんかいろんなものがこうついたりとかするやつは大体このピックをメインに使うようにできてるんで、ピックにこう命をかけてるという感じですね。だから曲がってたりとかしても関係ないんですよ。こう刺す、縦に刺すことがないんで、だそういう場所を行くときはそういうのを使う。でも普通にこう重装っていうか、この辺を歩くで、少しこれがあるぐらいだったらこれでも十分、そう重いかどうかな、だから短時間だと別に全然関係ないんで同じなんですよ。これここから先は使わないんで、これを刺そうがこれを刺そうが、このピックを使ってこう登っていくには
変わらないですけど、やっぱ重いっていうので、ここを持ってこうやって登っていくから、やっぱり長いと結構こう手の力で重いんですよ。で結構手がだるくなってくるんで、そうすると隣でこれを使ってこうガシガシ歩いてる人を見ると欲しくなる。あれ僕ってなんかこうバチがいいみたいな感じに見えるんで、そうすると欲しくなるから、その時点で購入すればいいって感じ、ね、っていうのがピッケルの違いですね。よく間違える、だ間違えると、間違えてというか分かんないと、もう店員さんの言いなりじゃないですか。こんなの分かんないから初めて買うのに、ピッケルの使い方すら分かんない状態で買いに行くじゃないですか。でそれ買わないと使えるようにならないわけで、だ2本目3本目のピッケルをなくしたから買うとかいう人は別に何も聞かなくても買うじゃないですか。もうこれくださいみたいな。そうすると聞くどれがいいですかって聞かれるということは、もうどれでも OK なわけですよ。もうその時に売りたいもの、値段なのか在庫の状況なのか、この会社の方針なのか、だからその店員さんのお話も難しいですね。初心者っていうか、こう分からないから聞くんだけど、分からないことをバレてしまうと、もうこう自分の意図してるようなものが出てこない可能性が高いのが今のなんか登山用品屋さんのそのチェーン店的なところ、だそういうところもこの微妙にこう登山用品のところにあって、結構売りたいものを進めてるんだなっていうところが見えてる感じかな。で特にそのこう分からないっていうことを、靴でもそうなんですけど、分からない富士山登るんですけどって言ってこれ買ってきた人がいて、うちの、スクリーンも入ってる人なんですけど、富士山行くのにこの靴必要ないんですよ。でもこれは石井スポーツのオリジナルだから売りなさいって言われてるはずなんです。朝礼とかでこう朝もう朝礼で、はい、君は今まで今月3足しか売ってないよねとか、こう評価なんかあったりとかするかもしれない、うん、でこうなんかグラフかなんかあって、この辺に花丸かなんかが書いてあったりとかするやつがあって、おいおたとか言ってお前はやる気あんのかとか言って、頑張って今日売れよっていうのをこう言われてたとしたら、ね、いきなりこう富士山行くんですけどって一緒に来た時にこれですとか言って履いてみたら意外にこういけてると思う人、もうなんか気に入ってるぞみたいな、お色もいいしねとか言って始まってこれっすよとかって感じで、だからそういうのが現実に起こっているんじゃないかなっていうのが、そこでこう間違えてしまう場合もある。でもそれはあくまで自分の責任、自己責任なんですよ。分からないという自己責任だから、お店のせいではない、もうお店のせいではない、これいい靴ですよって、確かにいい靴なの、嘘ついて言ってるわけじゃないですよ。これはガルモントですとか言って、実は中国製のなんかバッタモンを売ってるんだったらお店も悪いし、それは裁かれると思うんですけど、これはいい靴ですよ、北アルプスいい靴ですよっていうのは嘘じゃないですよ。確かにいい靴なんですよ。でしょ？でも僕ちょっと岩場も行きたいとか言えば、これですよとか言う。でもその人がずっと岩場行くかどうかは関係ないわけです。お店の人、自分がそれを考えなきゃいけない。もうだからそういう面ではお店の人が悪くわけじゃないですよ。最終的には自己責任、自分で選んで自分で買うんで、そこでただこうアドバイスをしてるんで、これはこういうふうにいいんですよっていうアドバイスをしてるだけで、お店はね、うん、っていう感じなんですよ。初めて会う店員さんだったら完全に鵜呑みにはしないように、まあそれは正しいかもしれないけども、さっき言ったようにこの靴にしても何にしても正しいかもしれないけども正しくない場合もある。そのニュアンスが違うんで、こう伝わってくるニュアンスが自分がこうイメージしたニュアンスになるんでっていう感じです。だからアタックザックもそうですよ。これアタックザックいいっすよ、楽ですよとか言う、いや楽をするために使うわけじゃなくて死ぬの覚悟で別に持たなくてとにかく頂上を落とせば OK みたいな人が使うためのアタックザックで、その過程では別に滑落したらもう終わりでいいんですよ。その人たちはもう帰ってこれればラッキーぐらいな感じだけど、でも普通に登山を楽しむ人は絶対帰ってくることが前提じゃないですかね。だからその場合の道具とそういう人たちが使う道具はまた違うニュアンスがあるんだけど、そこをこうごちゃごちゃになっている部分がある。だからここのピッケルもそう、別にこれでいけるんだけど、つば九郎岳行きますってからこれでもいける、いけばいけるんですよ。つば九郎岳の春山なんかすごいですよ。もう春になるとそんな厳しくないから、もういろんな本当に品評会みたいな道具が本当にすごいなとか思いながら使
使わないのにみたいな持ってるよみたいな感じで、それがこうすごいスペシャルな軽量ザックに使わないこういうピッキリを持って歩いて、何のための軽量かなみたいな、こう店主ともいると、まあ、それはだからお店の人のことを鵜呑みにしてこう揃えていくと、やっぱこういうそういうこのね、分からない場合は間違える場合が多いですよっていう、だからまあだんだん経験を積んでいけばいいだけなので。でもこれかっこいいですよね。かっこいいじゃないですか。これ2本持ってたらかっこいいじゃないですか。これ2本こうリュックにこうやってついてたらね、だらそれはそれでいいんですけどっていう感じですね。そのくせロープ見せろって言ったらロープ持ってなかったけどハーネスとかね、ヘルメットは持っててもロープとハーネスは持ってないっていうのはあくまで滑落することが前提でしょ。滑落しないようにヘルメット持つわけじゃないじゃないですか。でしょ、落石が落ちてくるのは前提で、それを待ってるわけじゃないですか。ヘルメットかぶって落ちてこないかなみたいな、僕のヘルメットみたいな、いやそうじゃないぞと、その前にもっと安全対策をしなきゃいけないことは結構あるんだけど、そこは全然こう無視して、だ津田技術参加されてる人はまだマシな方ですよ。でも持ってないじゃないですか、普段山行く時に。だからまだマシな方ぐらい僕は昨日のあのみんなのこの様子を見てて、まだマシ、ちょっとこう習おうかなっていう姿勢はあるけども、でもそれをこう活用しようという実践ではまだ生かされてないなっていうところですかね。まあ確かに重いから置いていきたいっていうのは分かるんだけど、普通に使わない、でもその使わないと思ってること自体がもう初心者的なまだ感覚ですよね。その置いていこうっていう発想が僕は気にならないですよね。その重いから置いていこうっていう発想が、だったら登山しなくてもいいじゃないですか、別にもっと楽しめることは他にあるから、うん、っていう感じかな。男の子だったらそのぐらいで行ってもらいたいなと。そういう安全に関するものね。だってシートベルトがオプションだったとするでしょ、で点数引かれなかったら誰もつけないでしょオプションで。昔だったら、昔シートベルトしてました、ずっと免許取ってからずっとしないですよね、うん、しないのは当たり前だった時期があったじゃないですか、うん、でもそれがオプションだったとしたら絶対つけないでしょ。その頃にシートベルトオプションだったとしたらね、助手席もつけないじゃないですか基本的には。でも今は違うでしょ、必ずしますよね。もうやっぱりその方が安全だぞってことで言うと、いや強制的になればいいんですけど、それはできないんだけど、でもその頃もシートベルトしてる人はいたはずなんですよ。そうですね、うん、いたはずでしょ、少人数、まあ若い人たちにとっては少人数、免許取り立てとかこうシートベルトがかっこ悪いと思ってる、こんなのなんでするんだろうみたいな思ってたじゃないですか昔。思ってませんでしたその頃にもうシートベルトしてた人はいたはずだけど、それはだから今ロープで言うとそんな感じかな。でも今シートベルトみんなしなきゃいけないし、もう車がピー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 教えてくれるじゃないですか。でそれは今ありがたいと僕は思うんですよ。なければない方がいいなっていう感覚なんだけど、まあそんな感じなんだけど、だったら車乗るやなよ、乗るなよっていうようなところですよね。で結局事故を起こしたら、まあ自分運転手他に同乗してなければ自分だけの問題じゃないですか。それ自己責任という言葉で山はこう、でも事故を起こしていろんなことを片付けるのって消防の人とか警察の人じゃないですか。いろんな処理をして、事故の処理をして、で自分だけが怪我するだけだったらあれだけど物を壊したりとか絶対するから、それ誰かが直してとかっていうと自己責任ではなくて、やっぱりこうそういうこともしている中で事故が起こってもしょうがないというか、ある程度その安全対策をしている中では、まあ、ある程度仕方がない部分があるけども、その安全対策はしましょうねというのがロープなんですけど、で一応そういうものがこういうピッキリとかもあるんだけど、一応その辺はですね、まあ、お店でいろいろこうスタッフにこう、まあ、靴でもだからそうなの、これ富士山だから富士山登るかこれ君みたいな感じじゃないですか。いや本当にこれ登ってるみたいな、これで富士山みたいなそういうごちゃごちゃもこうとなると、お客さんがこれどうですかって言ってこう顔色見て、あいいなこれって言えば、どうぞ履いてみるんなら履いてみてくださいみたいな感じになるでしょ、まあ、そういうところもあるんで、だから登山用品屋さんでこう分かんないから聞くんだけど、聞いたこと自体がいろんな意味合いがあると
でも間違いではないと思うんですよ。間違ったことは言ってないけど、いろんな意味合いがあるんで、特にでも冬物は結構注意しなきゃいけない部分、まあ、靴とかアイゼンピッケルはそうなんですけど、まあ、そういうところがあるということで、一応この3つが冬の靴とアイゼンとピッケルっていうのはまあ一番大事な冬の装備の大事なところで、あとはもう夏の延長なんですよ。こっから先は夏の延長になるので、さらりと説明をしていきたいと思うんですけど、でまずはですね、イメージが道具だけ単体で説明してもイメージがわからないので、まず、道具、冬山、夏山から冬山というか雪山だったりとか、気温がまず冷たい、寒い、気温が下がるのと、雪があるというのが冬とか雪山の夏山との違い。夏はまあ寒い時もあるけど、ある程度暖かいと、それで雨が降る夏はね、この夏と冬で分ければ、これ春になるととか秋、これは冬ですね。で秋、この秋っていう季節と春っていう季節は、この季節の変わり目で雪か雨か変わり目になるんですけど、その時はですね、その状況によって合わせられるものっていうか、その状況に対応できるものを選ばなきゃいけないんですけど、もうこの時期は基本的に雪が、まあ、この高山帯ではね、雪が降ると、で特にこう燕岳を登る、年末年始に登りましょうという時はもう基本雪なんですよ。でこれが例えば雨が降ると、もうイレギュラーな天候で雨が降る時は、この冬山のこの高山帯に登る時に、雨が降ったらもう登らない、このベテランは登らない、ね、この後にここにですね、どの道雪になるんですよ、その季節は。最終的には雪になる。でも今はちょっとこの、なんか南から湿った空気、暖かい空気が流れてきてて雨が降ると。でもこの南から暖かい空気がこの冬にこの北アルプス海岸まで流れてきて雨が降るっていうことは、強烈な低気圧がこの辺に潜んでるわけですよこの近くにね。でそれが次には、まあ、西の方から来るんですけど、まあ、日本列島があってもう強烈なこう低気圧が近づいてきて、こう南風が吹いてると。でそれが通り過ぎるんですけど、それがこの本州を通り過ぎなくても、こう北を行った場合、もうどん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 南から暖かい空気が、ここに高気圧があって、ここに低気圧があると、どん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 こう暖かい空気が南から入ってくるんですよ、太平洋の方から。そうすると一時的に暖かいんですよ。でそこで山はこうどうしても上で冷やされるから雨になったりとか雪になったりとかするんですけど、その強烈なこの、高気圧と低気圧とのこの寒暖の差で。雨が降ることがあるんですよ、まあ、暖かい雨が2月ぐらいに降ったりとかすることがあるんですけど、その後必ずこのこいつが通り過ぎた後に、今度はこの北の大陸から強烈に高気圧が張り出してくるんですよ。こう低気圧にこう、いや高いところは低いところに移るから、ここに低気圧がでっかいものがこう通って、この辺でこう巨大にこう発達した時に、高気圧、北のこの大陸からの高気圧は、高気圧の空気がどんどんこの低気圧に向かって、で低気圧は吸い込んでいくんですよ。で高いところは低いところに空気が移動するから、気圧の高いところ、高気圧は低気圧に向かってこう空気がどん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 流れていくと。そうするとここは強烈に冷たい寒気っていうか、こうこの大陸のね、北の冷たいこう空気がこう強烈に流れてくると、でここはあったかいんですよ、逆に低気圧の方が。どん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 こう湿った空気がどんどんこう入ってくるから、あちこちから入ってくるんで、低気圧の方が基本的にあったかいと。でその寒暖の差ができて、冷えた空気がドワーッと来ると、でこれは高いところに来るんですよ、上空をこう冷えた空気がこう入ってくると、またさらにこの地表、ここあったかい、低気圧の圏内あったかいので、あったかい空気はどん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 こう寒い方に上に上がっていくんですよ。これはお湯を沸かす時と同じで、
あの下でこう温められた水は上にこう冷たいところに上がっていって、冷たい空気がこう下に下がっていくっていう現象が起こるんですけど、強烈にこう空気が上にこう上昇していくと、ここにこう寒気が入ってくると、大寒気が来ると、この低気圧の暖かい空気、湿った空気がどん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 こう上に上がっていくと、強烈に雲ができて凍るんですよ、冷たいから。で、凍った雲はこのまず大陸に、大陸というか、まあ、陸のこの山とかに当たると、またさらにこう押し上げられて、雪雲ができるんですよ。で、大量のこう雪を降らすと。ということは、北アルプスで雨が降ったら次の瞬間には大寒波が要は流れ込んでくるっていう予兆なんですよね。となると、雨で濡れてしまうと、まあ、この登山してる間に雨で、ある程度こう雨が降ってると、まあ、カッパを着て歩くんですけど、カッパを着て途中みぞれになるんですよ。標高が高くなると大体みぞれぐらいになることが多く、まあ、雨の時もあるんですけど、雨ってやっぱ結構濡れるんですよね。体が濡れてしまう。雨だとあのこのウェアについちゃうんですよ、雨で。ベターっとついて、そうすると今度そのさっきの靴と同じで結露とかが起こって、内側が濡れて、その雨具の内側の水滴がこの衣類が吸って、結局服は濡れると。でも雪の場合はつかないんですよ、ここにベタッとつかない。じゃあ水がないので汗しかないんですよ。外からの水っていうのはなくて、全部雪なので全部落ちちゃう、こう払えば落ちちゃうんです。ドライなんで、そうするとこう汗で濡れる量も少ないんですよ。結露もしにくい、逆に言えば雨と違って。そうするとまあ、雪の時はそんなに濡れないけども、雨の時はもっとさらに濡れてしまうと。で、その後にこう寒波が来て、それが1日のサイクルで来ることもあれば、次の翌日大寒波っていう風にあるんですけど、そのタイミング次第では結構こうこの辛い登山っていうか、もう体が持たないような感じの、状況に見舞われることがあるので、雨の時は基本的には登らない、もう辛いだけなんでっていう結論になるんですよ。これ登らなくてもいいとこの冬の雨はね、いや冬はまあ雪が降ってたら登るんだけどみたいな、逆なんですよ。雨の方がこう環境的にはきつくなる、そこに水が入るん で水で濡れると体は冷やされるんで、寒いところに濡れた状態で突っ込んでいくことになるんで、じゃあ行かない方がいいぞっていうことで、これだから雪の方が濡れないんでっていうことで、一応雨はまあ降らない、降らないっていうのが前提で冬山っていうのは楽しむんですけど、高山帯ね、もう低山だとまあ平地でも雨が降るような時は雨が降るかもしれないし、なんですけど、一応この辺は基本的にはもう雨降らない、厳冬期は降らないのが前提なので、降るっていうのは異常な状態なんで、その後に大寒波がまあ来るぞということで、でこれは冬型の気圧配置っていうんです。この低気圧、西高東低、西に高気圧ね、西に高気圧、東に低気圧、巨大な低気圧があると西高東低っていう気圧配置なんですけど、それがその気圧配置の時にこの大陸から寒気がこう流れてくるような状況は、非常にこの日本海側は荒れた天気になると。で、太平洋側は晴れてる、ピーカンになるんですよ。ピーカンで雲一つないようなピーカンなんだけど、西風の強風がずっと吹いてるみたいな、そういう時は西高東低になる。で、それがこう低気圧から輪っかがですね、大体7本以上こう日本にかかってると、かなりこう大寒波と呼ばれるような状況になるんですけど、縦にね、こう日本列島があったら、こう縦に7本以上こう、これぐらいかな、これぐらいかな、かかってればもうかなりきつい、この日本列島の中にかかってればかなりきつい寒波になるんで、かなり大荒れになるという感じで、で実はこの低気圧は、低気圧と高気圧っていうのは気圧の差で、この線が、これは等高線と同じなんですよ。高さが、圧力がこう変わったところの基準でこう線が書かれるから、この高気圧と低気圧の気圧の差が大きければ大きいほど、この線が混み合って、いや、こう傾斜がきつければきついほど、等高線が混み合うのと同じで、それだけ強烈にこう高気圧からこうダーンと低気圧に向かって風が吹くんですよ。この線が多ければ多いほどね。
で台風はどれぐらいかっていうと、大体台風は3個か4個ぐらいなんですよ。こんな感じじゃないですか、台風のこの東高線、これ台風とか大体こんな感じなの、台風 でそれよりもはるかに強烈な低気圧が、その台風ではないんですけど、台風ってまた、あの熱帯低気圧はまた別なんですけど、この低気圧と高気圧の差でいけば台風よりも強烈な風が吹くのがこの西高冬型の気圧配置になったときなんですけど、あくまで高い結構高層なところで起こっているので、あの意外にこう地表に言えば台風みたいなことにはならないんですけど、風の強さね、それはあくまで風の強さで、でそれぐらいの波のこう低気圧がこの日本海側のこう山沿いではこう強烈に雪になって、こうガーッとこう上昇した空気が冷えて雪になってバーッと落ちてくるんですけど、で太平洋の方に出るところにはもうカラッと乾いていて、全部雪が落ちて乾いた空気になって、ピーカンみたいな感じ、ピーカン西風みたいな感じで、この気圧配置ですね、これで、このその時のフォームあれなんですけど、こう雨が降ってたら必ず次にこの次の瞬間にこれになるということが予測されるので、あまり雨の時は登らないっていうね。で雨はどうしても濡れてしまうということで、で北アルプスのその燕岳を歩く時は、まあ雨だとちょっと考えると、登るか登らないか、この登山教室でもちょっと考えますね。でも登山教室なんで、どうせこう雨だとしたら、まあ、予測されるのはおそらくその円山荘っていうところまで今日行くんですけど、中房温泉から行くけども、朝ここの中房温泉で雨が降ってますよと、上はまあちょっとみぞれっぽい雨ですよとか、まあ、そういう連絡が来るんですけど、そっか上は晴れてますよとか、上は雪ですよとかっていう連絡があるんですけど、そうすると必ず途中にどっかみぞれのところがあると、こうみぞれ地帯、みぞれっていうのは氷が混ざった雨なんですけど、水なんですけど、そこがですね強烈に冷やされて体を濡らされると、みぞれはもっとさらにこの雨よりも濡らされるので、で雪になってしまえばこうただ通り過ぎるだけなので、そんな体濡れないんですけど、乾いてるんで、このみぞれが一番危ないと。でこれ朝雨だったらもう基本的にはこう途中みぞれがあるとっていうのはもう予測されるので、もうもし歩き始めたとしても途中止むかもしれないとか、まあ、天気にこう良くなる兆候があればこう登り始めるかもしれないけど、こう体の冷やされ具合ではもう途中で帰ってくると、ラインプラン途中で帰ってくることを前提に登るような感じかな雨の時は。でもう降りてきたら温泉ドボンできるので、不祥があったね、長房だから燕のあそこは温泉ドボンができるので、温泉ドボンプラン変わるということもあるんですけど、基本的には雪、朝初めにもう雪が降ってるかもしれない、まあ雪は降ってなくても一応その、フル装備で登るんですけど、まず、途中この辺は雪が積もってるんですよ。で雪の具合では雪の降った具合で、大体夜に風が吹いて雪が舞ってトレースが全部こう雪で埋まってしまうことがあるんですよ。でひどい時はもうほんとこの胸ぐらいまでの雪がこう集まってきてっていうことは、そんなに降っていなくてもで降る場合もあるんですよ。ということはこの途中で結構こうラッセルっていうか踏み跡のないところをこう登る可能性が、結構こう毎日のように人は歩いてても朝起きたら時点ではそのこのぐらいの雪が降り固まってる可能性があるんですよ。そうすると漢字機っていうのをこう使う可能性があるんですけど。